宮崎学園都市は、宮崎大学を核として、住宅都市、学園牧課団や工業団地、福祉施設などを要する都市、筑波研究学園都市に続き、日本で2番目の学園都市でもある、宮崎県宮崎市の木花地区と宮崎市清武町、木原にまたがる、宮崎学園都市の一部、宮崎学園都市の構想は、当時の宮崎県の置かれた状況下で浮上した、 1970年代の宮崎県は第二次産業が脆弱であり、大学も人文科学系統の学部が全くなかったことから若年層の流出が発生しており、これらの問題解決の手段として宮崎大学の移転とキャンパスの統合によって整備、拡充させていくことが必要とされていた。また、宮崎都市圏の人口増加に対応するために住宅地の整備も必要とされた。 宮崎学園都市開発整備事業は当初、宮崎大学の移転とキャンパスの統合による拡充と住宅地の開発を軸とした基本計画に基づいて進行していた。ところが、国がテクノポリス建設構想を提案したことを受けて、宮崎県が宮崎産テクノポリス構想を掲げ、宮崎学園都市を中核団地としたことにより、計画は一部変更され、 産業と大学が一体となった拠点として、ハイテクパークとリサーチパークが整備されることとなった。宮崎大学の移転は1988年に完了。宮崎学園都市全体としても1993年2月に完成となった。宮崎学園都市は、清武川と河田川に挟まれた地域にあり、両河川の中石平野と丘陵地により形成されている。 1978年時点の学園都市の区域内における土地利用状況は、農地、山林で80%、特に農地で55%が占められていた。第一次産業従事者の占める割合も42.3%に、及び、このうち3分の2は、農業主体の生計であったと推測されている。宮崎大学宮崎大学学園都市の中心となる施設。 宮崎大学医学部前身の宮崎医科大学は、宮崎学園都市とは直接は関係なく先行して、設置されてあったが、事実上学園都市の重要機関として機能していた。2003年10月に、宮崎大学と統合し、現在に至る、学園関連施設宮崎大学及び、宮崎医科大学との連携を考慮し、福祉施設や、ハイテクパーク、リサーチパークが整備されている。 ハイテクパークは宮崎産テクノポリスの一環として整備。県営住宅住宅地住宅地、学園牧課題は宮崎大学の東側一帯にあり、地名としても使用されている。自然と調和した街づくりを目指し、独立住宅は宅地面積の平均が100坪となっている。なお、学園木花大南2丁目、3丁目の各一部及び学園牧課題桜は、 宮崎市志向の車坂、山下土地区画整理事業によるものであり、厳密には宮崎学園都市の区域外となる。集合住宅兼営、市営、民営様々な形態で運営されている。県営の集合住宅は1993年度に宮崎市都市景観賞を受賞している。タウンセンター1988年10月に、ファミリーレストランコンビニエンスストアガソリンスタンド、 カーショップがオープン。1992年6月に温泉の輸出が確認されたことにより、全体計画が一部変更され、既存施設も改めて整備されることとなった。2007年現在の主要施設は以下の通り、公共施設学園木課題の造成に伴い、各種公共施設も整備されている、学園木課題を中心とした記述であり、 旧清武竹町内などでは一部異なる点がある。交通、編集道路、編集学園、牧課題を横断する県道368号学園、牧課題に整備された遊歩道宮崎市中心部へは一般県道や国道を経由するのが一般的。高速道路に関しては口述の両インターチェンジにある案内標識により掲示されている。公共交通機関、編集電気、 編集九州電力が管轄する。ガス、編集都市ガスは宮崎ガスが、プロパンガスは各社のものが利用可能。水道、編集宮崎市上下水道局が管轄する。通信、編集宮崎学園地区付近にはかつて山城が2カ所存在し、他にも約2万年前の石器から江戸時代までの様々な時代の遺跡が発掘されている。 宮崎学園都市周辺にも各大学及び運動施設が立地している。ありがとうございます。